卓球の国際大会 WTT シンガポールスマッシュは14日シンガポールで行われ女子シングルス3回戦で世界ランク12位の伊藤美馬スターツが同18位の平野美宇木下グループと対戦し3対2で勝利して8強入りを決めた写真伊藤美馬監督の頼もしい一場面第1ゲームは11の8で伊藤が選手 第2、第3ゲームは平野が取り、第4ゲームは平野にマッチポイントを握られながら、粘る伊藤が16から14で制する。最終第5ゲームは11対1で圧勝した。4ゲーム目を挽回して勝つことができて、リフレッシュして5ゲーム目に臨めた。平野選手とは一番対戦していて、お互い知った中、 何か一つでも崩せたらと頭をフル回転させて頑張った。2年近くに及んだパリ五輪シングルス代表をかけた争い。平野が伊藤に競り勝つ形で2位の座を勝ち取り、早田と共に大舞台への切符を手にした。一方の伊藤は先行レースで3位だったが、団体戦に臨む3枠目にも選ばれなかった。東京五輪で金、銀、銅のメダルを獲得しながら、 パリの舞台には立てなくなった伊藤。大きな悔しさを味わったが、世界ランキング1位、という新たな目標が芽生え、気持ちを切り替えた。過酷で難しいけど、五輪とは違って積み重ねたもの、結果、がそうなる。それができたらいいな。そう語ってきた23歳。世界ランキングにも影響する大会で大きな一生を挙げた。